グラムールの学校に就職説明会で来てくれた時に、そういう理念だったりとか普段のキャストの同士の人間関係だったりとかそういう雰囲気を見て、あ、ここをちょっと見てみたいなって初めて思うようになって、でお店に行かせてもらって店舗の見学でこう理念とかビジョンとかに触れてすごい共感したので決めました、うん、なんか美容室のディズニーランドを作ろうっていうビジョンがあるんですけど、それもすごい惹かれたのきっかけなんですけど、なんか1年目で緊張してるんですけど、お客さんとかの喋る一緒に会話にねすごい入れてくれたりとか、先輩後輩っていう関係がすごい苦手で、コミュニケーションも大丈夫かなってずっと思ってたんですけど、なんかすごいなんか気にかけてくださったりとか、なんか大丈夫とか、なんかこれいけてるとか、なんかすごい先輩からのコミュニケーションがすごくて、なんか私も心すごい打ち解けるのが早くて、なんか今では何でもすごい言えるなって思ったので、なんか安心してなんかお客様もゲスト思いなんですけど、そのキャストもキャスト思いっていう、なのですごい温かい環境にいるなと。でも愛がある厳しさっていうのがすごい感じて、こうちょっと失敗した時でもこうちょっとこう考えさせられるじゃないですけど、そういう方向で先輩たちがこうアドバイスをしてくださるので、考えて、あ、そういうことだったんかっていうのを気づかせてくれる環境です。私の想像してた美容師は結構上下関係も激しくてっていうのをすごい想像してたんですけど、なんかアンはすごい人間性を見てくれてる方がすごく多くて、まあ、感謝の気持ちとかもすごい大切にしてる会社なので、カウンセリングが他のところよりもっともっと丁寧なのでびっくりしました。色落ちしてオレンジっぽくなるのが嫌って言ったら、オレンジを打ち消す色はこういう色だけど、こっちより雰囲気的にはこっちの方が合ってるんじゃないっていう、すごい提案とかもいっぱいしてくれたので、自分の想像以上にいい色にしていただいてめっちゃ嬉しかったです。6歳の頃から、はい、通ってますので、髪質からどういうものが似合うのかっていうのを、まあ、全て知ってくださってるのがアンフェイスさんなんで、もうここやったら安心して任せられるなっていう思いがあって、もうずっと来てしまいますね。皆さんフレンドリーで楽しく髪の毛を切っていただけるところかなと思います。美容院の夢の国っていうのを目指されてるっていうのを聞いて、もうすごいいい取り組みやなと思ってて、すごく助かります。キッズルームっていう遊ぶスペースがあっても見ててくれる人はいてないんで、なかなかないところなんで、すごく助かります。キャストが売りなのですが、その一人一人がこう手からこう出てくるこういろんなこう思いだったりとか、まあ、技術だったりとか接客だったりとか、まあ、考えたりとかする行動で、一人一人がこうその方に合わせてこう技術をさせてもらったりすることが、まあ、最大の武器であり強みかなと思っています。